スルーしない？解説の時に実況の人によって変えてること、気をつけてることはありますか？そうだな、あんまりないんだけど、はい、実況は解説を立てて、解説も実況が輝くようにっていうのが僕の理想で、あとは選手をどれだけ輝かせるか、全員で番組を作るんで、で僕は例えばひなさんはやりやすいんだよ。あ、やった。おしゃべりだからありがとうございます。あんたに言われたくない。そうそうそう、待ってよ、くわかりましたね。ツッコミを待ってんだよ。いや、顔だけで出しちゃった。そのさ、あのね、っていうのは冗談で、はい、ひなさんは本当に離れしてるし、だからこれからの例えばあんまり離れしてない子が出てきたときはその子が喋りやすいよう なんかこうにするし、でもあんまり実際、まあ日向さんとかね、例えば今その、うん、例えば小林美沙とかは、うん、もうそれぞれがもうねちゃんとしちゃってるんで何にも気使ってないですよ。そうなんだ。楽しくやりましょうです。結構一緒にやる機会だとちょっとバラエティー色の強いうちらはさやつが多いんですよね。もううちらお笑いだからさ。そうなんですよ。なんか真面目なやつ来ないんですよね。そうなんだよな、ね、なんか一緒にキャピキャピしてそうなんか選手とキャピキャピして終わるんですよ。このセットはなね、うん、また使ってください。はいこのコンビで各団体で一番注目してる若手プロはいますか。これいいですね。大井さんの目から見た今の麻雀界ってどんな風に映ってて、注目選手とかもいます？いや、やっぱり今やっぱり麻雀界で注目しなきゃいけないのはやっぱ松本じゃない？うん、業界の、うん、しょうがないんじゃない。25ぐらいで、あ、いきなり RTD 出ちゃったら業界全体でああいう子は応援しなきゃ、僕団体とか関係なく、うん、応援していきたいんで、まあ、最高位戦にもねたくさんいい子はいるし、 RMA にもいい子はいるんだけど、やっぱり年齢と実績と今のこう、ビジュアルとかも含めて、うん、やっぱり藤田さんってやっぱりそういうとこ見る目あるよね。すごいですよね、うん、先見のすごい目だね、はい、目がありますね。そうすごいすごい、はい。RMA では誰かいます？ RMA だとそんなに若くはないけど、やっぱ松ヶ瀬くんが今、あ、うん、松ヶ瀬さんの今の輝きは、はい、いいですよね。そう、半端ない。もうなんか RMA の看板になりつつあるんで、うん、これからは彼を中心にちょっと応援していこうと思ってますけど、うん、松ヶ瀬さんと松ぼっくりコンビで、はい、お二人に注目してください。はい。プロになってからのベストバウトは何ですか？ベストバウト、一番いい試合、ね、いっぱいありますよね。いっぱいあるね。タイトルがだってもう覚えてない。覚えてます？覚えてない。ここら辺に全部出ます？出ないかこれスタッフ困らせる作戦なんだよ。ただ、はい、ただ本当に嬉しかったのは10個ぐらいはあるんですけど、はい、嬉しかったタイトルでもやっぱり、印象に残ってるような RTD の決勝戦と、はい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 、あの6連勝した決勝戦、圧倒的な強さでしたよね。そう、あれがやっぱりベストバウトに引退するとき、僕がね引退するときあれを流してほしいなと思うのは RTD かな。結構流すね、6連勝だとき。6連勝だから ね結構あの、うん、なかなか映像終わらないなっていう引退式になりますね。もう一生出ないRTD でとか、うん、もう何でもいいんだけど、ああいう全団体集まって誰が強い、日本一だって決めるときに、まあ、6連勝は多分もう二度と出ないと思いますよ。周りもね、周りが警戒するんで、つわものですもんね、はい、なるほど。そちらぜひチェックしてください。勉強会は具体的にどういったことをやられてるんですか？何を目的に、どんなことを検証してどう活かせるのか教えてください。真面目な方がいらっしゃいます。いい質問だね。勉強会は基本的に、ね、皆さん最高位戦じゃん。はい、そうです。僕最高位戦の人とばっかりやってんだよもうね、ほんとよく大井さんのお名前聞きます、うん、みんなから。あのね、一番や長くやってるのが、バカンスリーグってやつやってて、はい、これが坂本正史、村上純、うん、石橋、うん、水巻、うん、あれもう一人は全部最高位戦じゃない。あれもう一人誰だ？他人さんいませんでしたっけ？いない。あれ怖い怖い怖い。あれ一人消えちゃった、うん、大井じゃなくてですか？大井さんじゃなくて、あ、大井だあれ坂本、水巻、じゃ水巻、村上、坂本、石橋、大井、こんなもんか。ちょっと5人か、はい、5人くらいか。5人だ。自分ですかね、うん、どんなことをメインで勉強して検証してるところ。まず打ちます、はい、で財布を取ります。お、記録を、今みたいに映像じゃなくて、うんうん、記録を取って、で、1人4回打って1日それを整理パイプして、あと、うん、でそれを全部全員で見返すっていう勉強で、はい、
あれあそこだったらどうだった、ナイスしたらどうだった、これリーチしたら相手降りたとか、そんな検証ずっとしてますね。全部全員で振り返ってるんですか、あとねパターンのね勉強が多い。その例えばポンして3ピンを出した、はい、ドラの白をポンして3ピンを出したときは、ドラの白が2枚あったわけだからまっすぐ手は進めてるはずだと、進めてるときにそのポン出しの3ピンってどういうパターンが多いんだと、手の残りの手の中、残りの手3ピンの周りがどういうふうに残ってるとか、他のピンズ以外のマンズソーズはどうなってるんだっていうのが結構3人の捨て牌、4人の捨て牌から推理していく。え、これ面白いですね。面白いですよ、全部パターンを。はい、もしよかったら、はい、するしないで、はい、全員呼んだらそれもちょっとやってくれたりします。あ、それは全然 OK です。本当ですか。全然いいんじゃないですか。大井さんがいいって言ったら最高位戦の後のメンバーはいいって言うよね、さすがに。そうですよね、僕は全然いいですよ。え、じゃあちょっとオファーさせていただいて、はい、その、あの映像出してるんですよね、あのパイフのやつ。そうそうそう、でみんなで見てるんですよね。そうそうそう、あれやりましょう。そうだね、いつかやりたいね。やった、仕事増えたよみんな、おいさんまた出てくるよ。そう、そういうのね、あんまり流してるとこがないんで、そういう検証会みたいのみんなで話してるところを流すの面白いと思います。やってみたいと思います。ありがとうございます。麻雀で強くなるためにどんな努力をしてきましたか。またこの人の本を読んで勉強したとか、この人の麻雀を見て勉強したとかありますか。気になる、大井さんの成長過程は気になる。確かに、あのね、基本的に努力と思っちゃうとダメなんだよね。なんかそれ、国根さんもおっしゃってました。あ、そうなの。はい、あのね、好きなことやってて努力って言わないんだよね。なんていうの。あとね、だから普通に僕らはこれが仕事で専門家なわけですよ、そうするとサラリーマンの人が例えば9時に出社して5時に退社します、その間一生懸命仕事することを努力って言わないんですよ、そのそこは当たり前のように仕事をして、そこから先寝る時間を惜しんでプライベートを惜しんでやったことが努力なんですよね。マージャンプロって1日にその8時間9時間以上の練習とかをしてる人ってあんまりいなくて、僕なんかも動画を見たりパイフを見たりするのを1日例えば8時間20何年続けてきたんですけど、それは例えば努力のまでは行ってないかもしれないんでね。好きなことやってるだけなんですよ、基本的に。じゃあ好きなことを、要は麻雀の勉強のために使った時間ってことですね、それが。だから何をしてたんですかっていうのは、まあ、本当に今で言えば動画ばっかりひたすら見てますよ。全チャンネル見てます。はい、最高予選で言えば B リーグの試合も全部見てます。はい、でお笑い系の番組も全部見てるんで、麻雀関係は、はい、よそのチャンネルも全部見てるんで、ところそれが努力なのか分かんないんだよね。もう馴染んじゃったんですね。見ないと不安というか、面白く好きで見てるんですよ。サッカー好きな人がサッカー見てるようなもんで。あー、分かりやすい。まあ、動画見てて面白いんですよ。あ、じゃあ大井さんにとっては何もそれは努力ではなく、全然苦じゃない、生活の一部なんですね。はい、あー、なるほど、分かりやすい。しかも、これ好感度上がるわ。なんで次なんで、はい、はい、何でもいいよ。あ、好きな女性のタイプを教えてください。あのね、これ年々変わる、ね、年々変わるんですか。年々変わるっていうか、10代から行こう。10代から。10代の頃は自分のことを好きな人が好きでした。え、わかるかな、あのさじゃあこれさ表になったんでしょ。表にじゃぶっちゃけるよ、ちょっとはモテたけど、それで好き好き言われると、あ、いいかなって思っちゃう。ない、それ。い、若い頃ちょっとわかんないです。ちょっとわかんない、はい、ちょっとわかんない、はい、じゃあなんかね、好き、向こうがこっちを見て、教室とかで、向こうがこっちを見てる、見てるのわかるわけだよ。気づく、はあ、見てると思うじゃんそれ見てると思ううちに、向こうがどっか行ってる、こっちを見ちゃうんだよねこっちを見ちゃう。なんか恋愛小説みたいなやつ始まりましたね見てる視線を感じて、分かってるのに、見られてるのにじゃあ20代はどうだったんですか。20代、20代続きあったんだけどまあいいや。20代は、20代は、それはそのね、待って、プロになったのが20代ですよね。23ぐらいってことは、そのちょうどプロの最初の22、23時期、どうですか。時は好きなタイプは、優しくて自分より背が小さい子が好きだったな20代前半は。かわいい、それはあった、はい、うん、優しい子が良かった。優しい子が好きだった、うん、結構なんかそれぶれなさそうですけどね。その後変わるんですよ、30代で。ぶれるわこれ。30代になると、はい、30代になると本当に僕麻雀一生懸命やっててほとんど恋愛してこなかったんですよ。全く。だけど
アイドルみたいな子が好きでしたね。それもね、うん、好きですよね。好きですね、アイドルみたいな。なんかいろんなところで目撃情報ありましたよね、うん、あるあるある。ただ秋葉原、うん、そうビジュアル的なことだけじゃない。はい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 、それじゃ違うの。なんか深いの。一生懸命何かに頑張ってるようなことが、はい、子が好きだった。あ、応援したくなっちゃうってことだ。だから僕アイドル好きみんなに言われてたけど、うん、アイドルが例えば研究生が急に選抜メンバーになっちゃったら、うん、もう応援しない。あ、もうあとはやっていけるなみたいな。頑張ってなっあとは僕の力をお父さんじゃんもう必要としないっつってお父さん本当にそう。じゃあ一生懸命こう成り立てで頑張ってるような子たちをこう、そう、日向はもう今売れちゃったからもう僕は力はいらないなっつって。いやいや、もうこれからですよ。本当、はい、これからならまあどんどん応援するよ。お父さん力が必要ですよ、はい、麻雀界には。日向売れただろ。え、今40代は40代は、うん、もうね枯れた枯れた、うん、ちょっと半分枯れててもうこれ以上恋愛無理だなと思ってんだけど、思いつつなんかお互いを尊敬し合えていて、なんかお互いを束縛しない自由な、だ付き合うみたいなそのあれもしなくてもいいから。あー、なるほどね。なんか例えば僕が動物園とか好きなんですよ、うんうん、かわいい。あと鴨川シーワールドが好きなんですよ、うん、直接の名前が出てきた。シャチが好きなんです。シャチが好きなんですか。ないいないですよ、かわいいですね、うん、なかなかシャチ会えませんもんね。シャチ会える。でシャチを見にこう行ったり、うん、動物園を見に行くっていう。恋愛は別にしなくてもいいんだけど、そうみんなでバーベキュー行くとかね、うん、それ気を使わなくていい人が今いいです。あ、でもそれだったらなんか結構集まりそうじゃないですか。お友達でいいんです。だから山あのね、辛くない山に登りたいです。高尾山どうですか。そう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 小山みたいな。そうそうそう15分ぐらいで登れる山がみんなでで、上で、はい、上で涼しいとこで、上でなんかトランプとかやりたいです。山登り関係ねえじゃねえか。でもなんかすごいピュア恋ですね最後は。恋なのか友達になりたいです。だ僕遊園地とか行ってこなかったんですよ今まで、はい、だから本当にずっと麻雀やってたんですよだ本当になんで麻雀やってきたんだろう。でもそれで今のね、うん、輝きがあるわけですから。輝いてるのかな。輝いてますよ。世界の高原ですよ、もうすぐでもう日本だけじゃないですよ本当に。だからみんなでバーベキューとか行きたい。はい、じゃあちょっと優しくあの水族館とか付き添ってくれるような女性が今はタイプということですね、うん、はい、結構該当者多そうだけど本当、はい。